江戸町金子でございます。ということで本日の食材がこちら。これとこれ、何やら大きな箱2つってことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして本日の食材はこちら、茶色い段ボールと白い発泡スチロールの中身に入ってる魚っていうことでね、久しぶりの海鮮ボックスシリーズでございます。この白い発泡スチロールに入りきらなかったみたいなので、この段ボールもう一個別でついてきたって感じですね。で今日の海鮮ボックスがですね、お値段が4万円ですね。で産地がですね、こちら全部福島県産のお魚となっております。今すごく風評被害を受けている福島県産のお魚たちでございます。今日こちら福島県産のお魚を4万円分仕入れましたので、今日はこちらを美味しく料理していきたいと思います。じゃあまずは何が入ってるかですね。これ僕もまだ見てないので開けていきましょうか。福島県は本当にいい漁場があるんで、たくさんいろんな魚介が取れます。僕も今度福島県あたりでね、船借りて釣りしたいなと思ってるぐらいすごい釣れそうなんですよね。海図とかでポイント見ててもいいポイントがいっぱいあるんでね、ぜひ行きたいです。じゃあまず見ていきましょうか。じゃあまずこの大きな発泡スチロールの中から見ていきましょうか。何種類ぐらい入ってるんですかね。4万円ですから、よっと、おー、うわー、めちゃくちゃいいじゃんこれ。1匹目、うまそうな、じゃん、マダイですね。 1.5 キロぐらいですかね。天然のマダイが入ってました。で次が、お、こちらも美味しいお魚ですよ。こちらマゴチですね。ちゃんとここ神経締めもしてくれてありますね。すごい身もしっかりしてますね。でマゴチがもう1匹入ってました。で次が、うわーうわー、これはいい魚だ。めっちゃうまいよこれ。マコガレイですね。これいろいろ呼び方あるんだよな。マガレーとかモガレーとかマコガレーとか言いますね。マコガレーです。いやでもこのマコガレー厚みすごいっすよ。めちゃくちゃうまそう。そして、あ、まだ下にいる。うーわ、マジこれ、でもこれで1匹4万円ぐらいしそうなサイズの巨大ヒラメ出てきました。でっけ。ほんで鮮度がいいな。ちゃんと締めてくれてありますね。はいはい、とりあえず白い発泡スチロールからはこんな感じのラインナップですね。巨大ヒラメ、マコガレイ、コチ2匹、マダイですね。物がいいなぁ。そしたら最後ですね、これおがくずが入っている。うわ、これは分かっちゃったかも。長いヒゲが2つ出てますね。中には出てきました、こちら。うわ、でかっ、巨大伊勢エビ出てきましたね、1匹。というわけで4万円でこんな感じですね。いや、お値打ちだなと思いますよ。伊勢エビなくても、まあ、4万円って言われたら納得しちゃうぐらい、このヒラメとマコガレイがとっても素晴らしいなと思いますね。よし、そしたら今日はこちらの福島県産の4万円分の海鮮ボックスから出てきたお魚を使いまして、お刺身の盛り合わせ作っていきたいと思います。お刺身の盛り合わせでいっぱいやりたいと思います。そしたら伊勢エビはこの頭は今日は盛り合わせに使いません。お味噌汁を作ります。伊勢エビの味噌汁はめちゃくちゃうまい、大好き。で、あとはお魚は今日は久しぶりに登場、こういうね、橋の器に盛り付けたいなと思います。かっこいいじゃないですか。じゃあまずは伊勢エビからいきますか。今日は魚種が多いんでね、パッパパッパやっていきます。でヒラメ、マコガレイ、マダイは今日は片身抜きでいきます。さすがに量が多いのでね、全部3枚におろしちゃうと日持ちしませんのでね、それに動画の尺もとんでもないことになると。なので基本的に海鮮ボックスシリーズの魚が4種類以上入ってた場合は片身抜きが多くなると思ってください。じゃあまず伊勢エビですね、ここですね、 V の字に1、2と入れて、でくるりっと回します。お、いいですね、まだお刺身いけますね。そしたら真ん中に1本入れて、足を持ってバカッと取ります。でこっち側を持ってパカッと、はい、取れました。そしたらここにエラがついてますので、エラを取っていきます。エラも綺麗ですね。そしたら足を割って、はい、こんな感じですね。でさらにこうちょっと足を切っていきます。そうするとより出汁が出ますのでね、はい、こんな感じ。そしたら綺麗に洗います。チャカ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 ーっとね。そしたら次頭ですね、ここに美味しい味噌がほらたっぷり入ってますので、これをスプーンで書いて取っていきます。よっと、よし、取れた、たっぷり。そしたら次頭ですね、頭はヒゲは取っちゃいます。ヒゲを外したらここら辺で半分、さらに半分、そしてこの目と目の間に入れて
カッと割ります。そしたら口のこういうごちゃごちゃっとしてるところは取って、こういう感じにします。なんかアクが出そうな部位、こういう部位はもう全部取っちゃう感じですね。そうするとね、雑味の少ないお味噌汁になりますよ。でも味噌がこう奥の方から出てきたら、まだ味噌は取っておくと。はい、これで頭の処理の完成ですね。そしたらお鍋にお水を入れて、そこに出汁の地図を1つ、2つ入れて、極上お出汁を取っていきます。ほんと甲殻類のお味噌汁とこの出汁の地図めちゃくちゃ相性がいいので、やってみてください。で、出汁を取ってる間に伊勢海老の身ですね、やっていきましょう。まずは節に包丁を入れていきます。包丁が入りましたら、節のところからこうやって剥いていきます。ピロピロピロっとね。そしたらこっちの殻の方も外していきます。ピロ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 っと、イケイケじゃないんでこういう風に取れますね。氷締めとかして完璧にお亡くなりになると、こうやって綺麗に赤色のところまでスコンと取れます。ほら、うまそうですね。ちょうどいいですね。そしたらこの殻もお味噌汁に入れます。綺麗に洗ってね、こうやって尻尾のところを綺麗に洗います。で、伊勢海老のお刺身、今日は軽く火を通します。少し湯引いた方が甘みが出てうまいんですよね。なので、まずは半分に切ります。サクッと半分に切ったら、それをザク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 と贅沢に切っていきます。はい、こんな感じ。ほんでものすごいいい伊勢海老ですね。物がめちゃくちゃいい。そしたら一回氷水で軽く洗っていきます。少し氷でキュッと締めます。こうするとアクが抜けて食べやすいお刺身になりますね。はい、あとこれ湯引くだけですね。はい、お出汁が引けてきましたら、こちらに伊勢海老の殻を投入。あとはしっかり煮立てて出汁を取っていきます。はい、いい感じに出汁が取れてきましたね。アクを取っていきます。ほら、アクもね、とっても少ないですよね。やっぱり頭の処理の段階で綺麗に不要なものを取ってあげると、こんな綺麗なんですよ。もうアクなんてほとんど出ませんでした。うわ、美味しそうな匂いがする。伊勢海老はこれやるだね。はい、そしたらここにお味噌ですね。味噌を入れたら火を止めます。そしたらお味噌を溶かしていきます。はい、これで伊勢海老のお味噌汁の完成。うまそう。はい、そしたら伊勢海老の身を熱湯に1、2、3、4、5秒ぐらいですね、周りがさっと白くなるぐらい、そのぐらいで OK ですね。熱湯に1、2、3、4、5秒ぐらいで、すぐに冷水につけます。はい、 OK。 で、粗熱が取れたらすかさずザルに移します。これで水気をしっかりと切っておきます。これであとは盛り付けるだけですね。とりあえず冷蔵庫に入れておきましょう。よし、では今から魚をさばいていきますね。まずはマダイですね。鱗を取っていきます。そしたらエラを抜いていきます。付け根を両サイド落としましたら、包丁を入れてぐるっと回してエラを外します。エラに手突っ込むときは必ず手袋とか軍手した方がいいですね。魚のエラっていうのはどんな魚でもトゲトゲしてますんでね。そしたら頭を落としていきます。はい、内臓も落とします。そうしましたら3枚に下ろしていきます。下に1本、上に1本と。タイは3枚に下ろしちゃいますね。2枚おろしはマコガレイとヒラメだけにします。美味しそうなマダイですね。はい、天然のマダイ、もうそろそろね、このぐらいの天然のマダイも狙いに行かなかんな。釣りもね、いろいろポイントが分かってきました。ポイント分かってきたし、あ、こういうところにこの反応があったらこの魚が釣れるっていうのもだいぶ分かってきました。ほんと釣り企画もね、またお楽しみに。ただ船の上でカメラ回すっていうのが結構難しいなと。なんで GoPro の映像が多くなっちゃうと思うんですけどね、ご了承くださいませ。そしたら腹骨をすいて、これ天然のいいな。これ今日湯引きにしますか。皮目も美しいしね、今日白身が多いので皮目が美しいマダイは湯引きにしましょうか。よいしょ。はい、こんな感じですね。もう片身はご近所さんに配りましょう。そしたらマダイは少し塩を打っときます。はい、これで10分ほど置いておきます。はい、では10分経過しました。そしたらこうやって匂いの元となる臭い汁が出てきてます。そしたら皮目に熱湯をさーっとかけていきます。これさっき振ったお塩も一緒に流れてってくれますんでね、さっと流しましたらすぐに氷水ポンと
はい、これで冷蔵庫で冷やして、もうちょっとキュッと刺したら、あとは切って盛り付けるだけですね。水気を取って、ネタケースにしまっておきましょう。じゃあ次は、マゴチちゃんいきましょう。これもうまい魚ですよね。まずは背びれを外していきます。で、お腹の方のヒレも取っていきます。そしたら、鱗を取っていきます。ワイヤーブラシで仕上げていきます。すごいよう超えたこちらのこれ。この背中のこんもり具合がすごいですよね。そしたら、脇から包丁を入れまして、頭を落としていきます。うわ、油めっちゃある！こっちでこんな内臓脂肪初めて見ましたね。これめちゃくちゃいい個体。これ絶対うまい。はい、そしたら肛門のところでバスンと落として、でここで骨を抜いていきます。2本ですね。1本、そして皮目に1本、合計2本ですね。これでも骨がない状態です。でこっちの頭の方は僕は煮付けにしちゃいます。で尻尾の方をお刺身ですね。大名おろしでずっと、こっち側も大名おろしでいきます。 OK。 あ、そしたらまだ骨入ってましたね。ここに1本入ってました。はい、骨が抜けましたら皮引いていきます。はい、こんな感じ。こっち側も皮を引いていきます。こんな感じですね。はい、これでマゴチの柵取りを完成。そしたらマコガレいきます。マコちゃんもワイヤーブラシで取っていきます。マコガレは鱗がとっても強い。なかなか鱗かきだと綺麗に取れませんので、で皮引いちゃうんですけど、鱗は取った方が衛生的だし、それにね皮綺麗に引けます。絶対ね鱗は取った方がいいです。皮引くんだったらね、もう鱗ついたままシャッと3枚に下ろして塩水でバチャバチャっと洗えばいいっていう考えもあるかもしれませんけど、やっぱりね口に入るもんなんで綺麗に仕事はしたいんでね、できる限りこうやって鱗は取りたいですね。よし、オッケー。はい、そしたら頭を落として、はい、内臓、うわー、内臓めっちゃいい。脂あるし、肝もとっても脂肝ですね。そしたら血綿をかいて、はい、下ろしていきます。真ん中に1本入れまして、そしたらそこから包丁を徐々に徐々に入れていきます。はい、1枚。そしたらこっちですね。次はお腹の方。よっと、はい、OK。 そしたら腹骨をすいて皮引いていきます。はい、1枚。はい、2枚ですね。綺麗な身してます。はい、これでマコガレイのさばき終わり。次は、よいしょ、大ボスヒラメですね。すき引きでいきましょうか。はい、OK、すき引きできましたと。そしたら頭落としていきます。でっけえなー、このヒラメ。このヒラメもね、物めちゃ良さそうですよ。映像越しじゃ伝わらん大きさがありますよね。うお、立派な肝が入っとる。そしたら下ろしていきますね。真ん中に1本。いやでもこれ渋1でもいいかもな。背中の方だけ下ろしますね。食べきれないわ、こんなにたくさん。よいしょ、はい、OK。 そしたら縁側だけ外しちゃいましょうか。貴重な貴重な縁側です。縁側の皮を引いていきます。できるだけこの白い膜が残るようにね。ちょっと難しいんですけど、はい、こんな感じですね。はい、そしたら皮引いていきます。はい、OK。 はい、ではこんな感じにネタがさばき終わりましたので、こちらを切って盛り付けていきましょう。まずはこちらにつま、そしたらハランも置いて、まずはハランの上にマコガレいきましょうか。縁側を外して水気を切って、それで切っていきます。
はい、マコガレ OK。 そしたら次はマダイいきましょう。この辺に行きますか。大葉を2枚ほど乗っけてマダイを切っていきます。コロッとカクッと切っていきます。角をしっかり立てて、こういう感じで、この身がしっかり締まってますね。いい鯛だ。はい、鯛 OK。 そしたら次はヒラメいきますか。白ばっかなんでメリハリをつけるためにお皿を置きます。でお皿の上にヒラメ盛り付けます。うわ、ヒラメもいい、ヒラメめちゃくちゃうまそう。もっちりな、すごく美味しそうな身質ですね。そしたら大葉を敷きまして、伊勢海老をどさっと贅沢に1匹分置いちゃいます。で、あとコチですね。コチどうしよう、置けるかな。縁側ここら辺に置いて、コチここら辺に行きますか。コチはちょっと変わった切り方してみましょうか。いつも薄切りですけど、こうやって平切りの小さいタイプのお刺身で行きましょう。ここにコチですね。あとは色を入れていきます。はい、これで完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よし、じゃあ食べていこう。うまそうなのができましたね。で、タイの頭はこうやってカブト煮にしました。伊勢海老のお味噌汁もうまそうですよ。わかめと浅漬けを刻んで入れてあります。ちょっとじゃあお味噌汁からいただきますね。うわ、うんまっ。うん、うわ、この伊勢海老うまいぞ。臭みがなくてとってもまろやか。福島県の海は常磐沖と呼ばれてて、黒潮とともに北上してきたいろんな魚が親潮、この冷たい海流で発生した餌を、まあ、要するにプランクトンですね。プランクトンをたくさん食べて大きくなる豊かな海なんです。伊勢海老もなんか違う気がするもんな。僕昔伊勢海老なんてどこの産地の食べても一緒だろうと思ってたんですけど、こういう動画投稿し始めてもう全然違うってことが分かりましたね。南の方で取れるやつと北の方で取れるやつ全然違うし、また海外で取れるのも全然味が違いますしね。めちゃくちゃうまいんだけど、この伊勢海老、これ極上かも。うわ、やば、癖が一切ない。じゃあ次、タイの頭いきましょうか。しっかり霜降りして綺麗に鱗取っときました。ほら、もう天然のタイでこんだけ脂ありますからね。いただきます。うまっ。頭は捨てちゃかんね。うん、このほっぺんとこが最高なんですよ。みだれたっぷりつけて、うーん、うめえ。上手に煮れた。やっぱりカブト煮はちょっと濃いめに煮た方がうまいな。うわ、もうずっとつつけれるこれ。うまっ。お次、刺し盛りいきましょうか。どれいきましょうね。どれでもうまいんだけど、じゃあまずはマコガレーからいっていいですか。ちょっと大判で切ったこちらマコガレーでね、すだちでいきます。すだちをちょっとかけていただきます。うーん、うわ、うんまっ。どれが抜きでうまいんだけど、まあ、あのマコガレーすごかったもんな。なかなかあんなマコガレーね、こっちの市場で売ってないんですよ。めちゃくちゃうまい。マコガレーやばい。うわ、これちょっとうますぎるな。今まで食べたマコガレー部門で1位かも。すげえ脂乗ってる。お次、マダイの湯引きいきましょうか。綺麗ですよね。醤油にちょっとつけていただきます。うーん、うわ、うまい。天然のマダイは皮が薄くてね、この湯引きにするととってもうまいんですよね。いい鯛だ。次、伊勢海老いきましょう。いや、伊勢海老もね、すだちでいきたい気分です。すだちと醤油でいきましょう。うわ、うまー。やっぱ伊勢海老うまいわ。
ちょっと違うかも、なんかいつも食べてるのと。甘みが強い。うんまっ。飛ぶよこの伊勢海老の味噌汁と刺身。超うまいんだけど。お次どっち行こうね。こっち行きますか。醤油につけて、ちょっと変わった切り方でいきました。いただきます。うまっ。うわいいこっちだな。これ綺麗に処理してくれてあるわ。ほんで血の匂いも一切しない。こっちってうまいよな。うん。じゃあ伊勢汁をおかわり。これはほんと相当うまいっすね。うめえ。ラストヒラメいきましょうか。この花びらのところいきましょう。よいしょ。醤油につけていただきます。うまっ。え、ちょっと待って、これ送ってくれた人がいいやつばっか選んでくれたと思うんですよ、おそらく。にしてもうますぎる。肉厚でもっちりとしとってね、このヒラメの香りが強くてね、脂があってね、うまい。縁側はどうですか。そりゃうまいわな。はい、ということで今日はこちらの福島県産の海鮮ボックスから出てきたお魚で作った盛り合わせできましたらお飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、ドン。ギーのやつ、いい音がいい。さーっとね、ちょっとライティングを変えてみました。はい、こちら7対3ですね。いただきます。関係ないけど、ここに隠れミッキー見つけた。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は福島県産の4万円海鮮ボックスを使って、お刺身の盛り合わせ、そしてはお味噌汁、作ってみましたけども、めちゃくちゃうまいね。常磐沖の魚すげえ。底物の魚がめっちゃうまかったな。あれは料理屋さん欲しがるぐらいのクオリティのお魚ですよ。僕は昔から何の抵抗もなくね、福島県産のお野菜とか果物とかお魚買いますけどね、やっぱりまだね抵抗がちょっとあるって方もいるみたいですけども、めちゃくちゃうまいですよ。安心安全ですし大丈夫です。まだ僕もね、市場で福島県産のお魚あったら積極的に買ってやっていきたいと思います。はい、というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。